はい、本日は継戦者のパーツスキルの解説をします。そもそも継戦者は隠蔽と総力を生かして味方に敵の位置情報を伝えるのが主な役割の射手です。そのためパーツとスキルはそれに関連する性能を向上させるのが基本です。まずパーツですが、新型攻撃装置と新型迷彩は必須です。これを積まないと継戦者の役割は一切果たせません。偵察した気になって味方を死に誘うことが役割になってしまいます。出動前に必ず乗せましょう。その他の候補としては牽引システム、新型駆動系、新型装填装置、改良型換気装置になるかと思います。こちらはその車両の特性と相談して乗せましょう。単純に足回りを上げたければ牽引システム、双輪走行車は代わりに新型駆動系を乗せます。足回りよりも火力を上げたい場合は新型装填装置、オートローダー車両の場合は改良型換気装置になるかと思います。なお目標の詳細情報を外してその他のパーツを乗せる手段もありますが、これは高度な戦闘技術と立ち回りを取得してるかつある程度の戦闘を積んでいる方でなければ避けるべきでしょう。続いてスキルですが、パーツと同様に隠蔽と総力を生かすものを選択します。まず第6巻天聖のリーダー、迷彩の専門知識、状況判断力は必須です。これら以外は自身のプレイングや車両に応じて選択してください。おおむね継戦車に合うスキルはこちらになります。個人的におすすめはオフロード走行です。地形抵抗を下げるので速度の乗り出しや車体旋回が速くすることができます。なお静音操縦は継戦車では無効のスキルのためご注意ください。理由としては継戦車という車種自体がもともと移動時の隠蔽が下がらないためです。実はこれが継戦車の一番の特徴であり強みのため隠蔽の高い中戦車と差別化できる重要なポイントですので頭に入れておきましょう。以上で終わります。では。